エルヴィング条約は、北方戦争中の1656年9月1日、9月11日に、当時スウェーデンに占領されていたエルヴィングで、締結された、ネーデルラント連邦共和国と、スウェーデン帝国の間の条約。条約は、オランダのバルト海における権益、オランダの団地費包囲戦への介入を停止させ、オランダとスウェーデンの間の脆弱な和平を、継続させた。 オランダ国内では条約への不満が巻き起こって、釈明を求める声が上がり、ようやく合意されるのは1659年11月29日、12月9日のヘルシンゲル協定だった。また、同1659年には、ハーク条約により、イングランド共和国、フランス王国とオランダが、エルビング条約に基づく共同補調を取ることで合意した。 コンラート・ファンビュー人間の肖像画、1673年作。北方戦争中、スウェーデン・ウーカール10世は、ポーランド・リトアニア共和国の一部である王領プルシに、スウェーデン属領を樹立しようとして、1655年12月の戦役でそのほとんどを占領した。ネーデルラント連邦共和国は、バルト海からの穀物の輸入を大きく頼っており、 そのうち輸入源は主に王領プルシのダンツ比となっている。スウェーデン軍が1656年1月初にダンツ比包囲戦を始めると、当時のオランダ政治の重鎮であったヨハンデ・ウィットやコンラート・ファンビュー人間はオランダのバルト海貿易が脅かされていると感じ、またオランダのライバルであった海洋国家イングランド共和国と兄弟化したスウェーデンが同盟する。 可能性を恐れた。ファンビュー人間は当時、スウェーデンの敵国で、オランダの味方であったデンマーク王フレデリク3世の宮廷があるコペンハーゲンに住んでおり、彼は対スウェーデン戦線を主張した。デウィットは戦線がイングランドとフランス王国の対オランダ戦線につながると恐れて、より穏健な政策を主張した。彼は救援軍を組織して、ダンツヒを直接助けると提案。 7月には、ホラント州の外交官のデンハーグにおける外交努力により、スター・テン・ヘネラールから艦隊と上陸軍を派遣する許可を受けた。7月下旬、オランダ船42隻とデンマーク船9隻は、ダンツヒに到着、兵士1万と大砲2000を連れてきた。救援軍が上陸した後、オランダの指揮官が、ダンツヒの守備を指揮した。 スウェーデン中ロンドン大使、クリステル・ボンデは、五国教、オリバー・クロムウェルに、それを告知、クロムウェルは、スウェーデンとオランダに手紙を書いて、講和を訴えた。ヨハン・デ・ウィット条約は1656年9月11日、9月1日に、締結された。1640年と1645年に、締結された、オランダ・スウェーデン間の貿易条約は、再確認された。 スウェーデンはオランダ商人の団地費への自由通行、バルト海における自由貿易と航行を強化した。団地費やピラウなどの入港税は増額されないとした。スウェーデンはさらに北方戦争における団地費の中立を尊重すると承諾。オランダには最恵国待遇を与えた。また、両国の友好を約束した。条約はオランダのいくつかの都市及び デンマークに反対された。ファンビュー人間は条約の批准を拒否して、デンマーク側で参戦しようとし、一方、デビィットは条約を支持デンマークを援助しながら、スウェーデンと友好を保つ政策を堅持した。デビィットは条約を破棄するよりも、釈明で解決すべきと提案、スターテンヘネラールはそれを受け入れた。スウェーデンウォーカール10世1657年。 デンマーク王フレデリク3世はスウェーデンに戦線復刻したが、彼の信仰はカール10世に撃退され、逆にカール10世に首都コペンハーゲンを除くデンマーク全土を占領された。デビィットはデンマークとスウェーデンの勢力均衡がオランダにとって最良であると考えて、オランダのエリート層の一部が反対したにもかかわらず、それを押し切ってオランダを派遣して、 スウェーデンに包囲されたコペンハーゲンを救援した。デビットはデンマークに肩入れして介入することが当時、フランスと同盟していたイングランドを刺激させてしまう、危険に気づいていた。したがって、救援軍にはイングランド海軍との戦闘を避けるよう命じ、また、イングランドとフランスの外交官との交渉を継続して、北方戦争において、共同補調を取ろうとした。合意は、 イングランド代表のジョージ・ダウニングによって、デンハーグに適装され、エルビング条約及びその釈明に基づくものであった。リチャード・クロムウェルが五国教を辞任した後、ダウニングは、草案からエルビング条約に関する条項を取り除く、よう命じられたが、新しいイングランド政府は1659年5月に、元の草案に同意した。5月21日に批准されたこの協定は後に、 ハーグ条約として知られるようになった。1659年11月29日、12月9日、オランダとスウェーデンの全員がエルビング条約の釈明に同意、ヘルシンゲルで締結された、ヘルシンゲル協定のすべての署名国に受け入れられた。ありがとうございます。